皆さんこんにちは、動画実況主のシンクと申します。絶賛ね、12時までのミッションをやってます。はい、もう本当にやることがなくてね、ルーチンワークをしてるところなんですけれども、まあちょっとずつお金も貯まりつつ、まあまだ半分なんですけどね、半分もいってないかな。ちょっとずつちょっとずつ、いや、なかなかお金貯まらないですね。失礼。まあとりあえず人呼んで人呼んで呼びましょう。今日はですね、ももこちゃんを呼びましょうかね。お任せ配置で。本当にね、もうデイリーやることないし、なかなか建造物も終わらないし、新しい人はもう来ちゃったし、暇なんですよ。ダブルベッドにしちゃう。もう一人いると思うよ。大丈夫？ペッ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 ペン。かわいい。かわいい。本当に良かったよかった。リスかわいいね。あ、友達おるわ、リス。もう一人おるわ、友達。ピンクと青おるわ。ショックー。うん、また来てね。片付けます。あ、そういえば昨日のやつで、ペンギンって鳥かなんたらくんたら言ったやつ、鳥だったそうですね。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。何チャレンジャーと。あ、いいねしね。いいねは後で行きまーす。いやー、本当にね、なかなかたまんないですね。てしてし。まあ、そんだけなんですけどね、今日やることって。あかんやろってな。ちょっとタイ釣りたいんで、タイ釣りに行きましょう。まさかバザーにタイ出品したらね、タイがね、こんなにね、枯渇すると思ってなかったんで、タイをちょっと釣りに行きたいと思う。今日出るかな、タイ釣れるまで終われませんとかしたら。一生終わらん気するからやめときますけど。あ、ユサユサもしに行ってないわ。やりに行かな。ユサユサしに行こうか。ここ釣ったらユサユサしに行こう。そう、さっきまでね、ちょっとまた病院行ってたんですよ。昨日予防接種をして、多分昨日の詳細のところに熱が出たっていうお話を書いてたと思うんですけど、ね、ちょっとね、ぜいぜい言い出したんでね、病院に連れてきましたね、娘はね。風邪でしたね。かわいそうに。お風邪をひいてます、絶賛。で、隣で寝てます。もうね、ちっちゃい頃の風邪って、てかちっちゃい子の風邪ってすごくしんどそうに聞こえるよね。すごくしんどいんやろうけど、なんか、自分が思ってる以上にすごくしんどそうに聞こえるよね。ヒューヒューって言ってるから、かわいそうと思って。よし、ゆっさゆっさしよう。ゆっさゆっさゆっさ。ここの子はほんと1個しかないんで、なぜこの1個を渡さないかというと、わかんないですよ。これは私がやってるだけなんで。果物より上は、すぐに売れるやつ。感覚で言うわね。こうやって、すぐにこうやって売れるやつなんですよ。これより下はあんまり売りたくないやつで固めてて、ここの調整するのがめんどくさくて。言うてしまえばそこの調整をするのがめんどくさくて、こんな感じになってます。間違えて売らないようにっていう対策ですね。まあ、ただそれだけなんですけどね。ゆさゆさ。よしよし。昨日ゆさゆさはしたと思うんで、まあ今の現時点ではゆさゆさはしたいんですけど。ぽよん。あれ、そういえばさっき、なんかちょうだいって言ってなかった？あ、いけるわ。行こう。危ない危ない。売ってしまうとこやった。あった。
じゃあザーン。どうぞ。かわいいね。ピコリン。おしゃべりしましょう。ありがとうございます。この貴重なふわふわのもとありがとうございます。本当にふわふわのもとだけ全然なくてね、やばいんですよね。お、何が帰ってきた。さっき終わらしたのに更新されましたね。これ本当に何時間に行くの？分からん。なんかここの時間だけ3時間じゃなく1時間とか2時間ぐらい。おかえりになってるからよくわかんないんですよね。誰か知ってる方いましたらね、コメントしてくれるとありがたいかも。何時間ぐらいやろ。1時間なんかな。これどうぞ。更新時間がわからないね、ここね。ここ更新時間がわかんないね。さあ、何しようとしたかわからんくなった。まあでもそんなやることもないんでね、あんまりダラダラと動画を撮るつもりはないんですけれども。ピロリ。以上。ここのメンツだけ喋り終わったら、じゃあ動画終わりましょうかね。結局何もしてない。受け取ってくれ。そろそろね、なんだっけ、マーガレットじゃなくて、欲しいものなんですか？コカネムシとチョウチョ。はい。誰やったっけ、犬ちゃん、この子、この子。キャラメルさんか、キャラメルさんの24時間のやつをやんないとと思ってるんですけどね、まだ全然進めれてません。全然進めれてません。マーガレットさんはこっちやった。マーガレットさんはこっちやった。よし、終わった。とりあえずこれで終わりかな。また明日までに8万から9万近くまで貯めれたらなーって思ってますけど、まあなかなか貯まらないんでね、貯めれたらなーって思ってます。まあよかったら明日も見に来ていただければありがたいかなと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また明日お願いいたします。バイバイ。